こんなのが届いてた、家に。誕生日ギフトとはまた違うギフトで、こんなん届いてて、なんか手紙付きのギフトで、お盆休みに地元のフリーマーケットで、ふわちゃんの衣装を買い集めてみましたってことで、このお土産とともにですね、ふわちゃん衣装を探してくれたみたい、リスナーが。アマゾンとかで売ってるやつじゃなくて、多分パーツパーツいろいろ買ってくれたんでしょうね。じゃーん。これは、なんかね、いいか、まず全部紹介するか。これと、だから何に使うのかよくわかんないんだよ。これと、で、次、これ。これは何なの、これは。これやこれ。これ炭治郎じゃないよね。これは何これ。で、これはこれ何このタイルみたいなやつは。何に使っていいだろうな。で、これこれはわかる。これは、ズボンだよね。パンツっていうか、ショートパンツみたいなやつだよね。多分これ、これはわかりますわ。でっか。よう見つけたね、これ。入るかな？どうだろう。でもなんか入りそうっちゃありそうだな。ピンクのショーパン、なんかゲイ臭い。ね、俺が来たらちょっとゲイ臭いな。まあでもいいや。うん。まあでも、ギリギリ入っ、最近痩せたからね。ワンチャンいけんじゃないかな。これがね、あとね、これ、細かいアクセサリー類。こう、ジャラジャラとか、こんなんとかね。いろいろパーツが入ってるっていう。まあ、これ全セットが送られてきました。ありがとうございます。言うて俺テレビ見ないから、フワちゃんの格好がちょっとよくわかんないんだけど、まず、んどうだ？順番に行く？これは何これ？これ腕巻くのかな？多分手だよね。足かな？どっち？ちょっと待って、ググっていい？ふわググっていい？こんな格好してんの？ふわ。まあ、こういうことだろうね、きっとね。首に紐でね。こういうことだろうね、多分ね。うん、イメージ的には、オッケー。ちょっと待って、これ。これ結構ちっちゃいな。結構ピチピチだな。これ先ってこと？こういうことってことだよね、多分ね。おそらくこういうことだよね。こういうことだよね。うん。きっとこういうことだよね。で、これの上にさらに黄色いやつを切ろうってこと？なる、見えないように入ろってことね。なるほどね。はい。今日はヨドバシカメラにですね、埼玉のコクンシティのヨドバシカメラに、取り置きしてもらいまして、今日は昼起きて、買ってきました。うん。わざわざ1万5000円の、ワンセグフルセグテレビ。あと、これモニターにもなるらしいんだけど、なんか車に積んどけるっていうね、ゲットしてきました、これ。で、一応、日テレがつく。ただね、なんかね、感度があんまり良くないんで、運転とかしてるともう全然ダメ。で、X とか DM とかでもそうなんだけど、いっぱいリスナーから、連絡来て、24時間テレビっていう、まあ、毎年恒例の番組があるんですけど、で、毎年恒例の番組で、毎年恒例の企画で、タレントが24時間走るっていうのがあるんですよ。約24時間走るっていう企画があるのね。うん。そういったコーナーが。台風がね、まあ、来ておりますよね。はい。まだしぶとく生き残ってまして、紀伊半島付近のところにずっと停滞してるんですけど、それはね、日テレの24時間テレビにも影響を与えておりまして、今年のそのマラソンっていうのが、その例年とちょっとテイストが変わってまして、その市民ランナーの人と一緒に走ろうっていうのが、24時間テレビのマラソンの、まあ、一つの大きなテーマでございました。要するに、まあ、一般公募で、募りまして、ほんで、まあ、受かった人たちが、まあ、一時、的ですが、まあ、安子と一緒に走れますよっていう、話だったんですけれども、まあ、台風10号の影響とか、その他関東でもね、八王子とか川越を中心にすごい大雨が降って冠水しているところもありますので、その一般ランナーっていうのは、キャンセルなしになりました。で、安子の24時間マラソンはあるのかっていうところが、まあちょっと気になるところだったんですけども、まあ安全に考慮するという形で、安子のマラソンは今行われております。で、どういうふうに安全を考慮してるかっていうと、日産スタジアムっていうところで、神奈川県は横浜市の新横浜駅の近くかな、小机駅の近くに日産スタジアムってあるんですよ。まあサッカーの試合とか行われてる日産スタジアムでございます。日産スタジアムで、まあ多分トラックをぐるぐる、安子が走っているっていう状況です。はい。で、ただ走ってるだけだと、やっぱり絵も変わらないし、安子もしんどいもんだから、まあ先輩芸人とかはじめ芸人の人たちが、途中一緒に参加して走って、まあネタにしてるっていう感じだね。ほんで走りながら、募金を募ってるっていう感じですかね。はい。じゃあ、凸ができんのかって話なんですが、
こっからはね、ちょっと石川の流域調べなんですけど、これ毎年なんですけど、その、一般行動。要するに行動を走ってる時に、まあ、テレビ局って中継するじゃないですか。中継をするってことは中継車を出さなきゃいけないんですよ。で、中継車を出すってことは、運用情報に登録しなきゃいけないんですよ。なので、ネットで調べると、その日本テレビの中継車が大体どこ走るかとか、どこ登録してるかっていうのが出てくるんですよね。で、その情報を見る限りだと、9月の1日に世田谷だったりとか川崎中心だったりとかっていう神奈川から東京にかけての一部分を日テレの中継車は登録してるんですよ。なので一応9月1日に外走るかもなっていうのはある。うん。だけどまあそれは事前登録なんで、その今日の今日じゃなくてもう前からそういう準備はしてるわけですから、その前から準備してたんだけど台風が来て、まあ今回その急遽こういう形で、スタジアムで走ってますってなってるから、まあ一応情報はそれは乗っかってんだけど、まあ話が変わった可能性はあるよね。うん。で、その他 X とかでいろいろ調べてんだけど、問題は外を走るのかどうかってことなんですよ。結局、リア突するためには外走ってくれないと、まあ突できないじゃん。スタジアムの中入れませんからね、当然。こっちは許可取ってないですから、入れませんから、外に出てきてくれれば、まあ、突して声かけるってことはできるんだけど、問題は、まあ、この台風15の影響があって、一般ランナーもキャンセルになって中止になって、今、スタジアム内を周回している、その安子が、いや、日テレが、24時間テレビが、外を走る可能性があるのかっていう話なんですよ。いろいろ調べてみたら、まあ、今日の昼間の段階なんですけど、情報なんですけど、何やら日テレさんは、日産スタジアムを、明日の朝から午前中ぐらいまでしか借りてないっぽいんですよね。これ延長してたら話変わっちゃうんだけど、なんか朝8時ぐらいまで借りてるっていう。そう。ってことは、朝8時までには出なきゃいけないわけですよ、スタジアムを。で、そうなると、いつ出てくるんだっていう話なんだけど、例えばまだバスや電車とかが動いてるような時間だと、みんな集まってきちゃうじゃん。で、多分日産スタジアムでやってるよってのも多分テレビで言ってると思うし、まあネットで調べれば情報出てくるからどんどん人集まってくるわけですよ。はい。なので、早い段階は出てこないけど、朝8時ぐらいまで借りてるわけですから、その前ぐらいが一番出てくる可能性があるのかなというか、出ざるを得なくなるのかなっていう感じです。で、9月1日に登録してってことは、8月31日は出てこないってことなんですよ。言えば、その中継者の情報をね、8月31日じゃなくて9月1日って書いてあるってことは、日付変わってからしか使わねえってことですから、ってなるとそれも合ってるし、で、そのスタジアムの利用時間も朝8時までだったら、朝8時まで走ることはない。なんでかっつったら、機材とかその他のいろんなものの撤収作業ってものがありますから、8時ぴったりまで走ることはない。ってなると、まあ3時間4時間、前ぐらいに、要するに朝4時とか5時とか、それぐらいに出てきて、そっから12時間とかかけてゆっくりだけど武道館目指すとかはちょっとあり得るのかなっていう感じではあります。で、さらに、裏付けがありまして、その日テレの公式のその情報発表によると、本日って書いてあるんですよね。本日は、安子は、周回しますと。競技場を周回しますって。今回って書くじゃないですか。うん。もし、今回ずっと安子が周回するんだったら、今回の24時間テレビのマラソンは、競技場内を周回しますって書くんですよ。本日って書いてあるんですよ。明日はわかんないですよ。そう。本日ってのは8月31日のことを表すじゃないですか。明日はわかんないですよね。なので、朝方ちょっと怪しいなと思ってます。で、これ毎年のことなんだけど、大体夜中って休んでるんですよ、ランナーの人。カネチなんかもそうだけど、2時間、3時間ってかなり休憩時間を取るんです。はい。まあ、夜中ってさ、視聴率も下がるじゃないですか。はい。なので、ランナーさんも休む時間をしっかり取ってて、ヒロミなんかもそうなんですけど、結構長い時間休み取るんですよ。なんで、今、6時半に24時間テレビが始まって、7時半ぐらい。ちょうど7時半ぐらいに多分走り始めたと思います。で、このまま多分日付変わって1時か2時ぐらいまで走って、そっから多分安子3時間ぐらい休憩して、朝の4時とか5時とか6時ぐらい、要するに撤収2、3時間前ぐらいに、日産スタジアムを出て、武道館に向かう可能性がちょこっとはあると俺は読んでる。はい。まあ、これはあくまで俺の妄想なんで、当たるかはわからないけど、一応、
その公式で本日っていう風に表現していること、中継者が9月1日に登録しているということで、まあ一応 X の情報なんで正しいかどうかわからないけど、朝8時までスタジアムを借りてるらしいぞという情報を全部噛み合わせるとなくはないんじゃないかなと思ってる。それプラス明日になると天気はですね、やはりやや回復していきます。雨もやっぱり今夜から明日にかけてが一番強く降りますので、明日の朝とか昼になったら多少小雨になって外に出られるのではないのかなっていう感じでは思ってます。日産スタジアムイベント、これが24時間テレビのことです。8月31日、朝の8時から23時まで。これ要するに大規模イベントが開催されるので、通行規制している時間帯です。はい。31日の朝8時から23時までと、9月1日の朝5時から8時までを通行規制してるんですよ。9月1日の朝5時から8時まで。これ、運搬作業があるから、交通規制してると思わない。撤収作業があるから。だからこれ、張り紙で貼られてるんですよ。日産スタジアムの外で。だから、日テレは延長してないと思います。8時から先を。だってこれ貼ってあるのなんでなんだ話じゃん。で、多分夜中は走ってるか、休んでるから、動きがないから、夜中は帰省してないってことだと思う。だから、多分、これ5時から8時が帰省なので、5時過ぎぐらいに安子は出てくるよ。それか、安子が朝までに走り終えて、もう終わっちゃう可能性もあるよね。そう、外走らないで、朝までにぐる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 走って、今回のマラソン終了っていう可能性もあるよね。うん、もう外は一切走らないっていう。何やら怪しいんですよね。そのスタジアムの外から見れる様子を、なんかリスナーが写真撮ってきてくれたんだけど、なんかね、この、コーンとかもいっぱい用意されてたりとかね、なんか怪しいんだよね。運搬作業するだけでここまでそのスタジアムの外側を準備するのかっていうところで、なんか走ってくる気配がするよね。でもさ、走ってさ、一番最後にさ、武道館にいないの変だよね。それはないと思うんだよ。じゃあどうすんだろう。車移動すんのかな。行くともうよしき待ってるって言ってたし、よしきがなんか言ってるよしきがなんか言ってるってなんだろう。ヨシキが国技館で待ってるって言ってた。じゃあ国技館に来るよな。じゃあヨシキが待ってるのに行かないわけないもんね。待ってるから頑張ってって言ってた。ヨシキがピークしてた。ネタバレしたよね。ヨシキがネタバレしたね。じゃあ行くよね。やっぱね、朝出るって。うん。一番みんなが寝静まってる時出るって、日曜日の朝の。走らない6割、7割。走らない7割、走る3割かな。なんでかっていうと、この台風の大雨で不要不急の外出を控えて家にいる人たちがいるとか言って、なんでお前らは行動走ってんだよって絶対イチャモンつけられるんよ。これ言うなら言うやん、絶対に。なんでみんなこの土曜日日曜日おとなしくしてんのに、お前らテレビはね、募金募ってしかもくすねてんのにね、我が物顔で走んだよみたいな、自分勝手に走んだよみたいな、自粛しろやって絶対言われんだよ。間違いなく言われるやん。もし走んなかったら俺がスタジアムを一周するよ。うん。フワちゃんの格好で。もし、誰も走らないって言うんだったら俺が走るよ。その時は。その時は俺が走るからお前ら許してくれ。うん。俺ばっかりは外出てきてくれねえと突できねえからさ。出てこねえって言うんだったら俺が走るよ。頑張って。いや、俺走れないよ。頑張るよ。そこまでして走ってどうするんだよ。ほんとさ、お金のためにやるよな。結局さ、募金がさ、全然集まらないからさ、安子使って走らせてんだよ。で、安子は一時さ、ちょっと施設育ちなところもあるじゃんか。安子利用して、いっぱい走らせて、で、お涙ちょうだいで金集めてんだよ。で、それなかったら絶対に走ってないもん。安子じゃなかったら走ってないよ、これ。なんなら。そう。安子募金がなかったらやってないと思う、俺。そこまであるよ。あと初めて見ました、俺、テレビで、安子。俺、名前は知ってるけど、俺、テレビ見ないし、家にテレビないから見たことなかったの。俺、今日初めて安子見たんだけど、なんか、顔疲れてるな。うん。なんか、笑顔が、無理くりすぎるぞ、安子。休め、お前。うん。なんか、お前の笑顔見たけど、なんか、本当の笑顔に感じんぞ、俺。なあ、頑張りすぎやろ、いくらなんでも。多分、この仕事もさ、ね、すぐオファー受けたろ。自分に仕事が入ってきて、受けますって言ったろ。だって元自衛隊やもんな。うん。スパッと決めたろ。で、その後にフワちゃん問題もあって、だいぶ溜まってるんじゃないか。
うん、まあこれ俺の妄想だからさ、違ったらごめんやけど、なんかちょっと疲れてそうな感じしたぞ。うん、ちょっと頑張りすぎなんじゃないか。なんか笑顔の向こうに闇を感じたわ俺、目の向こうに闇を。でもさ、これさ、同じトラックだからさ、何周走ってるかごまかせるくらい？いや、誰が数えてんだよ。俺たちが数えてるわけじゃないんだから、金くすねるテレビ局だぞ。適当に言うだろ、そんなの。なんか走ってる真ん中に募金箱置いて、トッツ来てくださいだったら面白かったのにね。走ってる安子見ながら募金するだったら募金したくなるくない？なんか、スタジアムを開放してさ、ねえ、スタジアムの入り口に募金箱置いてさ、でその募金箱の向こう側に安子がぐるぐる走ってて、それ見れますって言ったら、そうやったらなんか行こうかなって気になるのにね。だって客寄せパンダは事実じゃん。こっちの方がおもろくない？あ、本当に走ってんだなってなるじゃんね。あ、安子走ってる、安子走ってるよ、安子走ってるよ、安子走ってる。ミートケンゴロウみたいやん。安子走ってる。豆。安子走ってるよ。あとで行くからね、安子。いや、ダメだと思う、これ。警察来る。ちょっと待って、警察来る、これ、マジで。ちょっとマジで無理なんだけど。ね、これ、フワちゃんじゃないじゃん。これ。ねえ。ねえ、ちょっとさ、これ、フワちゃんじゃなくない？これ。これ、大丈夫なの？これ。きつくない？これ、フワちゃんなの？良い子は見ないでください。ちょっとわからないけど、これでいい？これでいいのかな？ちょっと、いや、ゲイじゃん。いや、フワちゃんじゃないじゃん、これ。これ、ゲイじゃん、普通に。いや、もう、これで外配信きつい。紐がさ、タルタルなんだけど、これ。果たして、外を歩いていいのかな？仮にヤスコに会えたとして、これをフワちゃんだと思うのは、ヤスコも悪口になっちゃうでしょ。これ、まずいよね。こんな格好してるやつがさ、埼玉の茎でさ、裸のおじさんにさ、お父さん、その格好まずいよって言ったけど、まずいよ。俺も。言えないでしょ、そんなの。よくあれ警察に通報したな、こんな格好してて。ねえ、今度言われる側じゃん。これどんどん下がっていくんだけど、これ。これなんか絶対領域あるんだけど。ねえ。黄色いのも何これ？リストカット隠してんのこれ。プルン、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 プルン。コラーゲンたっぷりだよ。コラーゲン。あちょっと見えちゃうから。あ、ミッキー、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 ミッキー、ミッキー、はっ、どっちかとゴリエじゃないと思って、俺。これ見たときに。フワちゃんじゃなくて、ゴリエの方が強いなと思って。そう。だからちょっとゴリエの曲を流したんだけど。フワちゃんよりゴリエ感強いよなっていう。玉がゴリゴリする、これ。パッツパツだから。待って、玉が、グリングリンする、この階段登ると。もう右に行ったり左に行ったり、玉がずれるんだよ。俺、玉でかいのね。グリーングリーンする、これ。どこにいる？なんか、光が漏れてるぞ。トラックがある。トラックがあるよ。ヤスコーさん、絶対でもあれそうだよね。どっかもっと下に下がれるとこあるかな。あそこでヤスコが走ってるんだよね。ほら、声聞こえるもん。これまずいよ。だってこれフワちゃんと思わないじゃん。ただの変質者だよ、マジで。一番やばいやつだよ。うろうろできないもん、これ。ちょっと勘弁してよ、これ。笑い事じゃないから。走ってる。あ、いる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 、あれだ。あれど
歩いてる今。普通に日産スタジアム借りて普通に走ってるだけなんよね。いやもう単純に何やってんだって感じじゃない。ギャラリーもいないし、俺走って意味あんのこれ。あの白いのがヤスコじゃない。うん、白いのが歩いてた。石川さん。はい、石川さん。あ、はい、そうです。なんかアンチみたいのかな。アンチ、アンチみたいのかな、はい、建造物侵入みたいのをしてる、しようとしてるみたいな。あ、大丈夫です大丈夫です、うん、放送中なんでそこはわきまえてやってます、うん、ですよね。あ、そうです、はい、大丈夫です。そういうの入ってるんで一応。でよくあるんですよそういうのが、すみません、ご迷惑おかけして。だからあれでしょ。そうです、僕駐車場に戻りたいんですよ。うん、多分こっちから行けないですよね。立ち入り禁止のところ入っちゃうと、まあ、それは大丈夫です。それは入ってないです。それは確認してやってます。こっちの駐車場は普通に入れんじゃないの。違います。僕あのこっちの方に車止めてて、うんうんうん、あそこの日産スタジアムの駐車場に車を移動させようと思って、うん、なるほど、そこまで行きたいなと思って今マップ見ながら道見てたんですよ。で今ここちょっと通れないよねって言って橋渡っていこうかなみたいな感じでやってます。了解了解、はい、ありがとうございます。いえいえ、すいません、なんかいつもご迷惑おかけして申し訳ないです。はい、ありがとうございます。よかった、今のうちに話できてて。さすがに我々あのそういうことしないからね。ただあの配信はエンターテインメントだから、こう盛り上がっていくために、え、ここやばいんじゃないとかって言ってるけど、ちゃんとあの入っちゃダメなところは入らないからね。その辺はご安心くだされ。警備員とかにも近づいてないし、邪魔にならないように。ただひたすら待ってるだけだからね。しかも一番おもろいのが、アンチ認定されてることがめっちゃおもろい。うん、普通視聴者の方からいただきましたよっていうのにアンチ扱いされてるのめっちゃおもろくない？一番おもろいんだけど、それが多分かけたやつはさ、そんなつもりなくてさ、なんかちょっと言ってやろうみたいな感じでかけたんだろうけど、その電話を受けた警察官がアンチからかかってきたわって思ってるのが一番おもろいわ。だって別にアンチですけどって言ってかける人はいないじゃん、そんなの絶対いないじゃん。だけど内容聞いてアンチ認定されてるってのが草。いや初めてってぐらいだよ。だって大体警察官の人って視聴者の方とか心配したリスナーがとかって言い方するんだよ。アンチからみたいな。めっちゃ面白かったな。第一声石川さんとかって、そういえばかかってきてるんだよねって言って、あの目の前の事故の方を処理してるから多分俺の方こんかったよね。なんならいるのも知ってるけど、あ、あの人ねっていう感じで。ただまあもし何かあってもあれだから、優しいから教えてくれたね。立ち入り禁止入っちゃうとそれはねっていう。チャンスはヤスコがここ出てくる時が一番チャンスだよね。うん、もう街中行っちゃうとさ、車もあるしさ、俺追っかけられないじゃん。先回りとかできればいいけど。だからここに車止めたってことはもう朝まで張ってヤスコが出てくるタイミングを伺うしかないね。いやこれで外出てこなかったらがっかりすだよね、ほんとね。中継車準備始めたらしい。え、マジで？あんまり俺目立たない方がいい。うわ、もうでも準備始まってるわ。ああ、中継車が日テレので、またロケ車来たよ、ほらまた1台。あ、もう来るね、これこれ来るよ。あとはどこからヤスコが来るかだよね。これ朝一から目撃できるかもな。あそこにスタッフいるんだよな。ちょっとカメラちょっと下げ目に行こう。あそこにスタッフいるんだよ。なんかスケッチブック持ってんだよね。スケッチブックにね、時間書いてあるの見ちゃった。2日6時15分って書いてあった。スタート地点って6時15分だ。うん、スケッチブックの外側に2日目って書いてあって、なんかローマ字ペペって書いてあって、スタート地点で6時15分からみたいなこと書いてある。で、あ、場所はあそこ、場所はあそこですわ、ほぼ間違いない。なんか書いてあった。こうやってスケッチブック覗き見したもん。あの 腕でスケッチブック抱えてたけど、抱えてたけど6と1と5かな、多分そんな数字が見えた。でしかも2日目って書いてあった。今日9月1日やん、2日目やん。でスタート地点って書いてあった。だから絶対外走る、もう確定だと思う。もう確定っす。しかも6時15分多分あっち側、いや偽情報じゃないと思う。中にもいっぱい入ってた道具が。見たっす。615スタート地点で書いてあった。よろしくお願いします。めっちゃみんな前行くやん。いよいよ出発ですね。やっぱすごいな、テレビ局は。やば。ほら、ただいまスロー走行中、大変ご迷惑をおかけしてますって。中継車ですね。あ、
とはどっち向き、いや俺でも向こう側走ると思うんだよな。こっちだって普通にすぐ道路だからな、 あっち行きそうなんだけどね、直感で。結局外を走ることに戻ったもん。いやまだ何にも公表されてません。ここにいる人たちはそれを予測してずっと夜中からここで張ってたん。何にも公表されてないよ。公表されてるのは日産スタジアムで周回するってことだけだけど、中継車の運用情報とか例年のこととかいろいろ考えて、あの今日の朝になったら日付変わったら走るんじゃないかっていう風にみんな予想してここに集まってる。そしたらほぼ走ります。だからもう中継車出てるんで、でも外にアナウンサー立っててもう中継の準備してる。おそらくほぼ外走ると思います、朝から。あー来ましたね、ロケ車がね、続々と。こっから出てくるのは確定だと思うんだよね。ほぼこっから出てくると思うよ。待って、あれ中継車のカメラがさこっち向いてるよね、マイクも。そうですよね、こっち撮ってるんだよね、めちゃめちゃ撮ってるっていう。すごいすごいな、これ。すごい、いやマジでいくらするんだろう、こんなすごいのにガムテープで止めてんだけど。こう撮ってるってこと、カメラこっちすごい、めっちゃカメラ追ってくれてるすげえ面白いめっちゃ追われてる、すげえすごい追跡、すごい、めっちゃ俺追ってるんだけど、ロックマンみたい、遊ばれてる。でもさ気をつけて。あ、すいません。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。あ、関係者の人、こんにちは。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いしますっていうの面白い。実況の森山で。あ、実況の。へえ。来た？あ、来た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 。え、はい、おお頑張ってー。あ、一般の方ですか、ごめんなさい、はい、通る、失礼します。はい、やすこさん頑張ってー、頑張ってー、やすこさん頑張ってー。お、すごい、ガチで来たぞ。あとはちょっと、おはようございます、頑張って、応援してます、頑張って。え、俺知られてた。え生配信の人まさかの、すごい、こんな朝からめちゃくちゃ笑顔だし、こっちに話振ってくれたりとか、ワンちゃんかわいいねとか言って周りのファンの人とかにも話しかけたりとか、すごい気さくだね。なかなか疲れてるからあの笑顔できないよ。頑張ってるわ。テレビの裏側ですね。頑張ってー。
父ちゃん頑張ってね。お、ワンちゃん。あとなんか15分後って言ったな。ただ面白かったのが、多分外にこんなに人いると思わなかったんだよね、テレビの人が。応援呼んで、応援呼んでとか言って、番組の人が今すぐ応援呼んでとか言って、めちゃくちゃ警備増やしたっていう一瞬で。まあ、ロケ車が順番に出ていきました。いよいよです。頑張ってー、国技館まで頑張ってー、頑張ってー、やすこさん頑張ってー、大好きー、頑張ってー。いい笑顔を見せてくれた。走っていきました。ほぼ想定通りでしたな、我々の。いやー、長かったね、戦いも。いやでもなんか日本テレビさんめちゃくちゃ悪口言ったんですけど、注意することなく放送させてくれてありがとうございました。後々叱られることもあるかもしれないですけど、寛大でした。本当になんかいろいろ言い過ぎましたけども、この点に関してはありがとうございました。撮らせてもらったりとか、他の人も写真撮ったりとかしてて、もっとガチガチにするのかなと思ったんですけど、寄付した甲斐があった。寄付した5万円うん、寄付した。いや本当に、あの多分みんな寝てる人もいたと思うんだけど、夜中にあのこうやって配信してるから、なんか感想言うのも文句言うのも何言うのも寄付しないでいたらかっこよくねえよなって言って、寄付するかっつって見てる人の閲覧数分入れるわって言ったんだけど、なんかバーって見た時にちょうど真ん中が5万円だったから、まあ5万円入れるかっつって見てる人の分まで入れっかっつって入れたのよ。今だったらちょうど来場者数5万円じゃん、なんかちょうどよかったね、募金してよかったわ。いや思ったよりすげえ近くで見れた、びっくりした。しかも有名な人とか言って反応もらって、生配信の人もありがとうって言ってあの反応してくれた、すげえ優しかった。俺ああいうのに弱いんだよね。ファンサービスめっちゃ良かった。ミーハーユキ、その通り。よし、じゃあこれにて下がりましょう。我々のいいところは迷惑をかけるが引きどころがいいというところです。しつこくしないということ。無事ね、やすこさんのスタートを見遅れたんで、我々は下がりましょう。一番いいところを見れたと思います、テレビの裏側というか。ありがとう、みんなもこの時間まで見てくれて。いや3つけるよ、だって去年ヒロミって言ってつべこめ荒れたもん、3だろって言われたから、今日はちゃんと3付けにしました。去年の反省を生かして、俺は成長できる男だから、なんて言っても39歳だからね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。